ジルマール・ルイス・リナルジジルマール、ルイス・リナルジは、ブラジル・リオグランデドする州出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1987年4月の東ドイツ戦で、ブラジルフル代表デビューを果たした。1994FIFA ワールドカップでは、出場機会は訪れなかったが、第 3GK として優勝を果たした。現役ブラジル代表選手として1995年に、 セレッソ大阪に加入し、2シーズン半プレー、質の高いプレーと高いプロ意識を見せ、チームのプロ意識向上に一役買った。4月1日の鹿島アントラーズ戦で、J リーグデビュー、それまで正ゴールキーパーを務めていた、武田二郎からポジションを奪い取った。1997年のファーストステージの最終節、鹿島アントラーズ戦で、現役生活最後の出場を果たし、 両チームの選手から胴上げされ、引退を飾った。J リーグでは80試合に出場した。現役時代、セレッソ大阪での初練習の日に、自身の守るゴール裏に通訳を立たせた。ポルトガル語で指示を出した言葉をすべて通訳に記録させ、日本語に変換しついたで覚えた。次の日からジルマールは日本語で指示を出し、チームメイトたちは驚き、見る目が変わったという。 引退後は代理人に転身。無名時代のアドリアーノを発掘したことでも知られる。ドゥンガ監督政権下のブラジル代表ではテクニカルディレクターを務めていた。主な契約選手、ありがとうございます。